こんにちは、みほです。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は大人の歯列矯正の動画と雑談を撮っていきたいと思います。でね、雑談はどんな内容かっていうと、ちょっとね、視力に不安があって眼科に行ったっていう話なんですけども、その雑談の方がちょっと今回長くなると思います。では早速やっていきたいと思います。昨日なんですけれども、術後9回目の矯正歯科に行ってきました。で、今何をやってるかっていうと、前歯と前の上の歯と下の歯なんですけど、今中心がちょっとずれてるんですね。まあ正中って言うんですけど、そこからずれているので、上の歯を1個ずつ、私の場合はちょっとね、右に寄ってたので、一個ずつこう左に寄せて、中心に寄せていくっていう作業をしてます。で、前回、真ん中が空いてたのをこう寄せて、真ん中がくっついた状態。で、その横が空いてきていて、で、今回からまたその横をひっつけていくっていう形になりました。で、これどん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 、この空いていくところがずれていくんですけど、その寄せていくことで、まあ、この辺見えないところで調整すると思うんですが、その動かしていくことで中心は揃っていくっていう感じの、治療を今進めています。まあ、といってもですね、ちょっと不安なのが、下の歯自体が、まあ、真ん中に来てないと思うので、これが、まあ、最終的にどう揃うのかっていうのはちょっと私もまだわからないんですけど、一応ですね、今やってるのは前歯を真ん中に寄せていく、左はここの場所で固定してあって、それをどんどん寄せてるっていう感じになってます。で、今回から変更になったのがゴム掛け、またゴム掛けがね、変わったんですけれども、どういう風に変わったかっていうと、今ね掛けてないんですけど、前と同じ箇所で、今回はこの赤色のものが2本ずつになりました。前は赤色1本、緑1本っていう形で、緑の方はちょっと弱いゴムやったんですけど、今回は強いゴム2本ずつになりました。でね、これやってると、あ、ゴム飛んだ。これやってるとですね、結構歯が痛いっていうか、顎が痛い、なんか引っ張られてる感があって結構しんどいっていうのはあります。ちょっとね、今つけてみますね。はい、つけた感じこんな感じです。ちょっと見えるかな。結構ね、太いゴム2本なので、存在感あるっていうか、喋ってる時もね、ちょっと気になるかなとは思うんですけど、まあ自分としてはもうめっちゃやってる感がありますね。あと昨日からそのワイヤー、この動かす調整もきつくまた締めてるので、結構今回は頭痛がひどいです。ギリギリ来るなっていうのを感じてて、わ、ちょっとしんどいなっていうことで、今日はまあ頭痛薬を飲んで対処しています。で、昨日からまた3週間後に予約取ってるので、また矯正歯科に行って、次はもう一本外側を内側に寄せるっていう形になると思います。前回の治療費を昨日払ってきたんですけれども、それは税込みで2030円でした。で、最近、まあ、噛み合わせ自体はすごく合ってきた。で、奥歯も前は浮いてる感じがしてたんですけど、まあ噛めるなっていうのはあるんですが、なんかね、すごい食べてる時に自分の歯じゃないみたいな感じがします。どういうことかっていうと、入れ歯をしてご飯食べたらこんな感じなんちゃうかなっていう、まあ私入れ歯して食べたことないんでわからないんですけど、多分そんな感じやろうなっていう感覚ですね。自分の歯なんですけど、自分の歯じゃないみたいな感じ、なんか違和感があって、うまく噛めない、力が全然入らないっていう感じの状態です。で、物が食べれないとか噛めないっていうのはあんまりないんですけど、術後なんか何でも食べれるようになったなって感じた頃よりも、なんとなく噛みづらいっていう気がしてます。多分ね、この動かしてる装置が結構強力なんかなって思います。あとゴム掛けはご飯の時は外すんですけど、まあ、外した直後に食べるので違和感が残ってるからかなって自分は思うんですけど、なんかね、顎が浮いてるっていうか、歯が浮いてるっていうか、なんか入れ歯感があるなっていうのが最近感じてることです。で、しびれについては、術後今日でも半年以上経ってるんですけれども、この上唇の
上、腎腸あたりのしびれはまだ取れてないですね。下顎については全然しびれはないんですけれども、術後、1年ぐらいはしびれ残るよって言われてるので心配はあんまりしてないんですけど、術後半年経った今でも違和感、しびれ、ちょっとした麻痺っていうのは残っています。矯正歯科のレポートについては以上になります。で、ここから雑談っていうか、最近ね、眼科に行ったよっていう話なんですけれども、まずなんで眼科に行ったかっていうと、老眼じゃないかなっていう話をちょっと前にしてたので、覚えてらっしゃる方もいるかもしれないんですけど、その時に私が行ってる書道教室の先生に、ちょっといよいよ老眼になったかもしれませんって相談したんですね。相談っていうか、ちょっと雑談でね、世間話で言ってみたんですけど、先生が、あんたそれ老眼かもしれないけど、もしかしたら老眼じゃない目の病気の可能性もあるから、一回眼科行った方がいいよって言ってくれたんですね。で、私の先生は60代の女性なんですけれども、やっぱり人生の先輩というか、病気も経験されてるので、そういう感じで心配してくださって、先生の紹介で、同じ眼科に、先生が行かれたことある眼科に行ったんですけども、それを予約したのが11月ぐらい、予約の電話入れたのが11月やったんですけど、なんかですごい人気で混んでる眼科みたいで、今予約を受けても来年になりますって言われて11月やったんで、遅くとも12月に行けるかなと思ったら、1月の5日が最短ですって言われて、で、5日に行ってきたんですけど、検査いろいろしてもらいました。視力検査はもちろん、白内障とか緑内障とか、眼底の長さって言ったかな、長さを測るとか、あと網膜の検査なんかもやってもらったんですね。で、その結果、病気自体は何もなくて、めちゃくちゃ健康な目ですって言われました。で、もう一つびっくりしたのが、老眼自体もほとんど来てなかったんですよ。で、なんで私が、10月ぐらいに老眼になったかなって思ったかというと、その時は本当にちっちゃい字が見えないかなって思ったんですよね。で、その視力検査してくださった方に、どういう時見えなかったですかって言われて、で、その時私が覚えてるのが、リップの後ろに品番とか書いてますよね。マスカラとかリップって側面だったり裏にちっちゃく品番って00何ぼとかね、書いてると思うんですけど、それがね、見えなかったことがあって、あれちっちゃいですよねってね、その看護師さんかな、測ってくださる方が言って、たまたま、目の疲れとか、あと印字が元から薄かったのかちっちゃかったのかわからないですけど、そういう関係で見えなかったみたいで、結局ですね、視力検査は今現在右目が 0.7 なので、左が 1.2 で、両方合わせたら普通に 1.5 ぐらい見えてますっていう結果やったんですね。で、おまけに視力が段違い 0.7、1.5 なので、自前で遠近両用になってる感じって言われました。近くを見るときは 0.7 の右目で見て、遠くを見るときは 1.2 の左で見るっていう感じに、うまく自分で調整していて、不自由がない感じの見え方になってると思いますよって言われて、老眼鏡については、市販の老眼鏡を今買ったとしても、一番低い度でもちょっと合わないと思いますっていうことでした。もちろん合わないっていうのはきついっていうのと、あと視力が段違いなので、ちょっと合わないでしょうねっていうことで、どうしても日常生活で老眼鏡が必須ないと不便やなって思ってから作ったらいいと思いますよって言われました。で、実際ですね、その10月ぐらいに、これ老眼かなーって思った時に、私ね、ダイソーさんで老眼鏡を買ったんですよ。こんなやつで、プラス1っていうやつ。これね、買ってたんですけど、かけたらね、やっぱグワングワンするんですよね。結構。だから、まだやっぱり早かったかなって思います。
まあなんでね10月の時点で、あ、これ老眼やな老眼やなって自分で思ったのか、ちょっとその時はね、でも本当に見えなかった気がしたんですけど、まあ、原因はわからないけども、今はもしかしたら回復ってするのかな、老眼が治るってちょっと考えにくいというか、私わからないんですけど、今はね見えてる状態になってます。まあ、とりあえず診察費用としては2100円かな2010円かな、そんぐらいかかったんですけど、まあ安心が手に入ったということで、そういう報告でした。まあもうすぐね47歳なんで、私25年ぐらい前にレーシックって受けてるんですね。レーシックって近視矯正手術なんですけど、その時の説明で老眼が人より早く来るかもしれないって言われてたので、40代過ぎてからまだ来てないな、まだ来てないなって思ってて、で先日ついに老眼来たわと思ったんですけど、ちょっと今回は本格的な老眼ではなかったかなっていう感じになります。まあね、目の病気もなくて老眼もそんななくてよかったなっていう内容だったんですけれども、まあ、同じ年の方でね、同じように、あ、老眼来たわって思った方もまあね、普通におられると思うんですけれども、目の病気とかで見えにくくなるっていうこともあるみたいなので、眼科に行ってみるのがまあ一番安心かなっていう感じでした。はい、今日の動画は以上になります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。私のチャンネルでは40代の日常、美容、健康、ファッション、今やっている大人の歯列矯正についての情報を発信しています。よかったらチャンネル登録、高評価、リクエストお待ちしています。また次回のビデオで会いしましょう。バイバイ。